我慢できないわ。燃えなさい。はあ、全国切り。はあ、全国切り。覚悟しなさい。ギガスラッシュ。ようこそ、神のご加護があらんことを。ごきげんよう。まあ、またいらしてね。何用だ。鍛え、よし。これを授けよう。行くがよい。
名主様、聖使オルネーゼ、オレンカよりただいま帰還いたしました。早速かの国の状況についてご報告させていただきたく。ご苦労であったな。さあ顔を上げるがよい。はっ。見慣れぬ者たちも一緒のようじゃな。彼らはオレンカで私に力を貸してくれた者たちです。それは良き出会いであった。しかしやはりジャイワールはオレンカを攻撃したのじゃな。はい、この者たちの尽力もあり、なんとか城門の外で食い止めましたが、ジャイワールはオレンカ攻略を諦めておりません。さほど時を置かずして再び攻撃を仕掛けてくるでしょう。名主様、オレンカ王はジャイワールと戦う意思はなく、和解の道を探したいと申しております。そのため名主様への伝言を私に託されました。名主様のお力をもって両国の間を取り持ち、和解への道をお示しいただきたいと。オレンカより来た者たちよ、そなたら二人はどうじゃ。オレンカ王と同じようにジャイワールとの和解を望むか、はたまた報復を望むかの。正直に答えよ。もちろんジャイワールとの和解を望みます。それに俺たち実はジャイワールの出身なんです、けどオレンカにも世話になってる人がたくさんいて、オレンカの人たちにもジャイワールの人たちにも絶対傷ついてほしくないんです。だから何としても戦いを止めたいのです。まさかジャイワールの者がオレンカに味方しておったとは、実に不思議な縁じゃの。今回の一件は我らが保ってきた世界の均衡を乱す一大事である。恐ろしき予言が現実のものになってしまわぬよう、名手として力を尽くすと約束しよう。しかし争いを止めるにはまずその原因を明らかにせねばなるまいな。原因、ジャイワールがオレンカを攻撃した理由ということですね。さよう。ではこれより私はジャイワールへ向かい、かの国の真意を探ってまいりましょう。俺も一緒に行くよ。私も何か役に立てることがあるかもしれないもの。そなたらはオレンカとジャイワール両国の事情に通じておる。何かとオルネーゼの助けとなるじゃろう。くれぐれも頼んだぞ。おーし、じわじわたぎってきたぜ。名主様、俺たちにドーンと任せてください。ジャイワールの腹の内をバッチリ明らかにしてきますから。ちょっと、名主様の前なんだからもっとちゃんとした言葉を使いなさいよ。では早速旅立つがよい。世界を脅かす争いの芽を摘むためにな。Thank you.
ようこそ。さあ、神に祈りを。